はい、質問したけれどもね、今日は普通にやっていこうかなと思うよ。SNS のね、タロット占い枠ということで、今日も、ちょっと待ってよ、テロップつけようか。今日はね、若干早めだね。っていうのが SNS は明日ね、ちょっと 大阪なんで、今日はちょっと早めに寝るかな、多分。早めに寝るかなっつうことで、ちょっと早めに枠を取ってみた次第でございます。これね、はるちゃんいらっしゃいね。あと、赤間田くんいらっしゃい。これ間違えた。受け付け中とよし。書いた。それ赤間田くんどうかな？占いできるようになったかな？ちょっとはね。名前が分かんなくなっちゃったんだよ。アハンマーラ様ね。アハンマーラ様っていうことでね。せやねっておくとこ。せやねっておくとこ。ハートありがとうね。金運いってみる？じゃあ、はるちゃんちょっと金運いってみようか。はるちゃん、でも金運はね、こっちなんだよね。基本的に。基本的にというか、こっちなんだよね。で、これさ、どうしようかな。またなんかタロットカード買うか。またタロットカード買わないとなって思ってるんだ。だいぶ溜まっちゃってさ、何買おうかって思って。やばいってもう。はるちゃんとの、お前また言ってんのか、本当に。いやね。いろいろあるんだよ、はるちゃんにも。なんかいろいろさ、あるんだよ、多分。よいしょ。金運っていうのはね、もうどっちか言うとこっちの方がいいかもしれないね。ちょっとはるちゃんはね、SOS に対してね、すごいね、攻めてくるからね、これ SOS もね、もう行っちゃいそうになるから、ほんと。こっちからね、1、2、3で、好きな数字をね、離婚しましたっつってね。まだ結婚してないぞ、お前。ほんと。結婚してから家離婚するとかね。いや、ちょっと待て。結婚してから家っていうのはこれ、SOS ちょっと失敗したかな？ 結婚しようって言われたら困る。危ない、危ない。さっきの違うぞ。間違えただけだ。0から21で好きな数字を言ってね。0から21ね。SOS は別にさ、SOS はその結婚とかそういうことをね、できるのかなって、もう今でもよくね、イメージが湧かないんだよね。だって結局ほとんど家にいないしさ。大体いるんだけど。S 損傷。21？ もう言わねえよ、もうってね。そうか、そうか。それはそれでちょっと悲しいな。いやー。いやさ、いっか。出るようにゼロだよね、こんなもんね。これまず金運のところにね、太陽のね、カードの逆位置が出てるんだけど、金と時間の浪費と、あとね、人の意見を聞かずに失敗する恐れっていうね、そんな感じのカードが出てると。赤間田くんありがとう、ほんと。別に全然お世話してないからね。だからもう、人の意見を聞かずに失敗する恐れっていうのと、金と時間、もう、これさ、もう SOS さ、こう、まあいいよね。まあいいよね。無駄遣いしてるっていうことだね。金と時間を無駄にしてるっていう。で、まあ、
対策なんだけど いや、これね、いや、これはね ちょっとね もう言って大丈夫？叶わぬ無双とかね、愛の犠牲とか、中途半端っていう風なカードが出てるね、これね。もうちょっと、何のことだか分かる。以上、ちょっとこれ以上ね、さらっと流していこう、これ。無駄かどうかは、はるちゃんが決める。そうだね。いや、分かるよ、言ってることも。わかるんだけど、そう出ちゃったんだて、そうだけど。あ、金運ね、赤間田君行こうか。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。やばい、ちょっと今入れた時にこれ混ぜちゃった。やばい、混ぜちゃった。ちょっと待ってね。これか。こっちの方が好みだな。ちょっとね、このカードがね、余分なカードが多いんだよ。ちょっと待ってよ。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。よし、できた。無駄だと気づいた今日この頃ってね。そうだね。今現状はね、そうだね。次は赤間田君金運ね。オッケーオッケー。さっきさ、間違えちゃってさ。で、坂さんは了解。ちょっと順番ね。嫁に小遣いあげたって、少し嫁いないからね。嫁になってほしい人ならいたけどね、昔ね。昔嫁になってほしい人ならいたんだけどね。そう、昔な。こっちからね、1、2、3で好きなカードを選んでね、赤間田くんね。あ、ダーキニさんいらっしゃいね。ダーキニさんいらっしゃいね。1ね。じゃあ0から21で好きな数字をね。0から21は好きな数字をね、これね。17。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。まず、まあ、見てみようかな、これね。これ14、節制のカードが出てると。これはね、機に応じてね、チャンス、もうお金が舞い込んでくるチャンスはあるんだよ。ただ、その機会をね、しっかり生かしていこうと。あ、ハンバーガーありがとうね、これね、はるちゃんね。機会をしっかり生かしていきましょうっていうね、そんな感じのカード。チャンスはあるからね。で、これね、あとね、
これはね、ちょっとね、これはね、金金って執着した方がいい、逆に。普通はね、金に対する執着をなくした方がいいっていうのとかあるんだけど、赤間田くんの場合はこれ金に執着した方がいい。金を追い求めてチャンスをつかめる、ただ金なんてどうでもいいって思ってたら金が入ってこないタイプだね、そんな感じ。チャンスはあるからそれを生かすためにはね、お金ってものに心底執着するべき。これやったらお金になるかなっていうようなことだったら、どうやったらお金になるかなってしっかり考えて執着した方がいい。じゃないとチャンスが生かせない、絶対ね。お金になるチャンスっていうのはさ、まあ時と場合にはよるんだけど、すごい執着してお金を儲けようと思ってわーってやらないといけない時と、どっちでもいいやって思ってね、お金にそこまで執着せずに動く方がいい場合っていうのは絶対あるから、で今回赤間田くんの場合のチャンスは金に執着しないといけない方っていう感じで出てるね。だから黙ってるだけじゃ入ってこないっていう、そんな感じかな。カード変わってるやんって、あ、これ大アルカナのみで占う場合はこれ使ってるんですよね。でダーキニーさんいらっしゃいね、ありがとうね。で、じゃあ坂さん占ってみようか。坂さん何を占おうかね。あ、今日の運勢だったかな。今日の運勢というか明日のだよね、どっちかいうと。いや、それじゃん。それで金運、しっかり売ろう。それはしっかり売っとこう。売れるものは売っておこう。今日というか明日？明日だよね、多分。今日だってあと2時間ぐらいしかないから。今日の運勢、どっちだろう。今日？明日？今日あと2時間しかないなと思って。じゃあこっちからね、1、2、3で好きな数字を言ってね。あ、そうなんだ。こっちから1、2、3ね。3。じゃあ0から21で好きな数字を。0から21ね。これね、ロムってる方もね、言ってくれたらいいと思うんですけど。あ、同時配信ですね、マミリン。ごめんね。ふわっちでちょっと今タロット受付になってますね。0から21、14ね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。お。あ、今日の運勢、あと明日の運勢はすごいいいですね、でも。限りない上昇っていうカードとかね、そういうカードがある。もうね、なんだろう。かなり、運気が上がってる感じね。だいぶいい、運勢的にはね。だから結構明日はね、いい日だと思う。すごくいい日だっつってね。死ぬにはいい日だっつってね。で、これ女教皇のカードが出てるんだけど、アドバイスのところにね、これがね、学問芸術知性とかっていう感じね、
だからね、芸術とかね、あの知的なことみたいなことをなんかたしなんでみるといいかもしれないね、坂さんね。あ、これ配信でもそうかもしれないね、ちょっとね、ちょっと知的な感じ。これがあの、女教皇のカードね、うん、知的なことをちょっとやってみるかもいいかもしれないってね、まあそんな感じ。まあ、配信で知的なこともやってもいいかもしれないし、そのなんだろうね、美術館とかちょっと遊びに行ってもいいかもしれないね。うん。エストン氏はね、明日はね、大阪行くからちょっと今日早めに寝るんだよ。絶対早めに寝てやると思ってるんだけどね。はあ。赤間田くん花火投げてくれたの、普通の占いだったらアリス使ってたのにさ来月の運勢、あ、最近ちょっとね、占うことがなくなってきたのかな、なんかみんな運勢とかになってきてるよね、もうおみくじ感覚になってきてるよねお前ら本当は占うこともうないだろ、正直なんとなし占ってもらってる感じだろ、本当特にないけど、まあなんか占っといてもらったらいいかみたいなとこあるだろう、絶対わかったわかった、ゆりち占おうかね、うん、なんかよくわからんけど適当に占ってもらおうみたいな来月の運勢とかさ、明日の運勢とかさそんなあんまり割と適当だろオッケーオッケー、まあよかろう、まあ質問者に任せて、ちょっと待ってね、うん、赤間田くん言ってね、うん、まあこれね、ある意味これ春大明神のおかげだからね、春大明神と佐伯大明神のおかげだからね、うん、拝んでおくようにね、これね拝んでおくようにね、マジで、うん、もう完全にあの完全にもうさ、オーバーキル並みにペイしてるから、じゃあ自分はいつ入院するのか分かりません。いつっていうのがさ、なかなか難しいとこなんだよね。そのさ、いつっていうのってさ、やっぱ動きによって変わってくると思うんだよ。だからこそタロットにアドバイスっていう風な感じの言葉があるわけで、そのいつっていうものがさ、自分の行動によって変わらないのであれば、そのアドバイスとかは無意味なんだよね。だからいつっていう占いは基本的にできないんだよ、うん、そういつっていう占いはできない。だってさ、入院しなきゃいけないにしても入院を拒否すれば入院できないし、あ、しないし、そう。だから、タロット占いっていうか、未来の占いっていうのは、これって言っちゃうと、外そうと思ったら外せれるんだよ。大体。意志の力次第でね。だから、未来は変えれるんだよね。って、エスノシは思ってるんだけど、どうだろう。で、とりあえずあれだね、ゆりちかね。来月の運勢。あやぽんいらっしゃい。じゃないとタロットカードなんてやっても意味ないでしょ。覚悟しかできない人生なんて嫌でしょ。だからこそ S 氏はタロット占いっていうのが合ってるのかな。あ、1年の流れ、OK、任せろ。こっちからね、1、2、3。1年の流れ、まあ、全体運っていう感じだね。全体運って感じで占っていこうかね。いや、タロットの未来の有効期限っていうのはだいたい1ヶ月から2ヶ月程度だからね、長くても半年って言われてるよね。 S 字もそのあたりも調べてるんだけど、そんな情報しか出てこなかったね、うん、期間っていうのは気になってたんだけど、うん、
じゃあ0から21で好きな数字をね。タロットで霊感あるかどうか分かるんですか？分かんないと思う。ただ、セソン氏は、いや、次枠行くよ。とある霊能者の方からね、タロット占いでできる降霊術っていうのを教えてもらった。6、7、8、9、10、11、12、13、14。あ、ミオちゃん、順番待ちだけどいいかな。これね、これどっか、さっきも見たカードだな。これね、女強行の逆位置がまず出てるんだよね。これはね、ゆりちゃんね、もう、これがちょっと気分でね、ちょっとわがままみたいなのがね、やっぱ来月は全く通らない。いいか悪いかで言うとね、どうなんだろうなっていう感じなんだけど、どっちか言うとね、悪いかな。やっぱりわがままとかそういうのが全然受け入れられてもらえないっていう風な感じで出てるね。だから辛い時期にはなると思う。自分がこれやりたいと思ってもダメって言われるみたいなね。で、これはね、虚勢を張らないようにっていう感じで出てるね。わがままが通らなかったって言ってそれを虚勢を張ってどうこう言うっていうのはまた違うから、しんどい時はしんどいって素直になろうっていう話かな。虚勢を張らずに素直でいいよっていう風な感じのカードが出てるから、素直に行くとさらっとわがままでこうわーって言うんじゃなくて素直にこうお願いしたりとかね、したらいいと思うっていう風な感じが出てるね。辛い時期に入ってなんか周り頼りたいっていう時は結構出てくると思うんだけど、そういう時はね、あんまり自分が大丈夫大丈夫みたいなんとかさ、大丈夫なふりしてなんか言うとわがままって捉えられるけど、素直にポロって言っちゃうとね、結構ねいけてくるからそんなもんだよ。だからあんま虚勢を張らないように気をつけてねっていう感じで出てるね。以上。次が赤間田くんかな。じゃあ全体運っていう感じで見ていこうか。ちょっと赤間田くんはね、ちょっと花火をくれたからね、特別仕様だよ。いやー緊張する。あ、これ閉まっちゃダメなんだ。またこれで占うかもしれないからね。閉まっちゃダメ、閉まっちゃダメ。これだ。そのこの、あら、ゆりちありがとう、花火ね。花火ありがとう。なんか最近、孫子の枠さ、ちょっと、簡単に花火、あ、ビールありがとう。これビールって何なの？やばいやつもしかして。大丈夫なやつそれ。怖いんだけど。ちょっと、ありがとうね。でもありがとうね、ビールね。乾杯っつって、孫子コーヒーしか飲まないけど。じゃあ赤間田くんアリスで行こうか。やべ。お前ハルチ暴走するなよお前。暴走するなよお前。振りじゃないぞ。子猫ちゃん、子猫ちゃんパフェありがとうね。ありがとうありがとう。本当みんなありがとうね。いやこの暖かい環境ね。本当にその人は嬉しい。よし、じゃあ赤間田くん行こう。こっちからね、1、2、3で、好きな数字をね言ってね。いつもありがとうございますね。少しそんなに子猫さんいつもあれしないよね。3、0から21で好きな数字を。あ、これコンティニューコインありがとうね。0から21ね。0から21で好きな数字を。2、3、4、5、6。
まあこんな感じに出たんだけど、まず過去から行こうかね。過去にね、赤魔田君にちょっと死神のカードが出てると。これはね、まあ死神ってカードっていうのは悪い意味に取られがちだけど、希望が生まれるっていうカードなんだよね。うん、赤魔田君はね、過去ね、ちょっと絶望してた頃からね、だんだん希望へと変わってきたんじゃないかと。そんな感じのカードが出てるよってね。で、現在はね、14番目のカード、節制っていうカードが出てるね。これはね、さっきもこんなん出てなかったか？これ赤羽田くんだったっけ？木に応じてチャンスを、チャンスを生かすようにって。チャンスを生かすぞっていうカードが出てるね。これ赤羽田くんじゃなかったっけ？これ出たの。全く一緒のカードかよお前芸がねえなこのカード。で、これ将来についてはね、新たな出発とか詳細っていうカードが出てるね。今ちょっと待てよ、ちょっと誰が並んでるか分かんない。これ赤間田くんだったっけ、出てだよねだよねこれ見たことあるわと思って。新たな出発とか詳細っていうカードが出てるね。あと実り多い計画とかね。やっぱチャンスを生かそうっていうことだよね。で、現在の環境としてはね、ソードのセブンが出てると。あ、これさ、期待が持てるとか信用ができるとか、やっぱりね、そういうなんかなんていうのかな、動けば良くなるっていう感じなんだよね。期待が持てたりとか、周りから信用されたりとかっていうのをちゃんとやれば、ちゃんとその分ついてくるような、いい変化をどんどんもたらしてくれるような感じじゃないかな。で、これね、これ赤間田くん自身なんだけど、もうね、果てしなく延期されるっていうカードが出てるんだよね。だから赤間田くんはね、ちょっとね、めんどくさいのが何なのか分かんないけどどんどんさ、あ、占い了解了解、ちょっと書いといてね、コメントは消さないでね、占い終わった後は消してくれても構わないんだけど、でちょっと分かんなくなっちゃうからね。だからどんどんね、物事をね、まあ一家で延期しちゃうとか、何らかの理由でね、先延ばしにしてるような感じのカードが出てるね。だから、まあ、さっきの件もそうだけど、あまりそんな感じはやめた方がいいと思うね。で、多分ね、これね、今アドバイスのところに、今そういうことをやってるとね、新しく協力してくれるとか取引してくれるところが増えてくると思うんだよね、やっぱ信用が出て。だからその取引相手とかを大事にしていこうっていう風な感じのカードね。これお金回りがやっぱり出てるね、これね。で、最終結果なんだけど、俺確実な収益っていう風な感じのカード、金銭とか仕事とか確実な収益っていう風なカードが出てるから、これ確実にどんどん進んでいけばね、お金も入ってくるし、仕事にもなるというような感じかな。以上。次ね。あ、ゆりさんまたね、ありがとうね、来てくれてね。ちょっと待ってよ。次誰だちょっと次誰だマジで。これみおちゃんかな、あれあれ、今赤間田くんが終わってみおちゃんで会ってるかな。みおちゃんで会ってる。ちょっと今街めっちゃ多いよいいけど今街がめっちゃ多いよ。これみおちゃんだよね多分。あ、この1年の流れでみおちゃんだよね。みおちゃんどう、みおちゃん、みおちゃんで合ってる、みおちゃんで合ってるよね本当に。ちょっと飛ばした人がいたら言ってね、私飛ばされてるっていう風な感じの人がいたら言ってね。ちょっとあと何人ってね、ちょっと数えてくれSSOCも把握してない、ごめん。
ごめん、ちょっと S 同士もちょっと今何人か把握してない。ちょっとね、過去のコメントをたどってね、何人か見てる感じなんだけど、結構待ってるイメージがある。うん、明日からお仕事が始まるのですが、インフルエンザにかかってしまい、うん、初出勤から休むことになりました。はいはい、休むことになりました。はい、ちょっとちょっと占い内容それご報告じゃないですか。うん、会社の人からはどう思われるか。いや、それは普通に仕方ないって思われるんじゃないかな。うん、正直正直それは、うん、それは多分そんなん気にしない。まあ一応見てみるか。一応見てみようかね。うん、オッケーオッケー。なっげ。ちょっと誰か飛んでる人は一体言ってね。今 C2 ちゃん書いてくれたからね。うん、飛んでる人があったら言ってね。よし、まあとりあえず占ってみよう。まあ、ちょっとデビアントムーンっていうタロットカードなんだけど、これを使おうかな。最悪なんだね。いや、お前それより早く直せよ、お前このバカタレが本当いや、もうしんどいな、寝ろよもうお前、もう薬飲んで寝ろよ本当に。大丈夫かマジで。こっちからね、あの1,2,3で好きな数字を選んでね、うん、激山だけどさ、いやさすがにこれはね、いやしんどいんだったらマジで寝た方がいいぞいやほんとほんと、うん、じゃあ0から21で好きな数字を。でこれはねちょっとね、ラバーズブリッジのね変形でちょっと占っていこうと思う。8ね。はい、ではね、会社の人の気持ちを見ていこう。早めに寝るんだぞ。でもね、早めに寝ないと治らないからね、まず会社の人の気持ちっていうのはね、これワンズのクイーンのカードが出てると。これがね、まあ普通に、うん、なんだろう普通に常識的な考えで、あのまあ大丈夫なんじゃないかなって思ってるんじゃない。ただね、休まれるのは結構
仕事的にきついなっていう風な感じには思ってるけど、まあ普通に仕方ないかなっていう風な感じね。だからこれ美桜さんへどうこうっていうのはないと思う。で、これはね、多分ね、これ本当にね、多分ね、こうインフルエンザになってね、多分仕事が忙しいのかな、多分ね。一人減ると結構きついんじゃないかっていう風な感じのカードは出てるね。だからきついけどやっぱ仕方ないかなっていう風な感じには理解はしてくれてるんじゃないかなっていうカードだね。まあ、最後にね、これが、まあ、まあね、やっぱりね、対策としてはね、やっぱりもう今回思い出がけない出来事っていう感じだったと思うから、ちゃんとしっかり休んでいくことだよね。他人にうつすことがないようにね、思いがけない出来事でもちゃんと対応していけば大丈夫。いや、ありえないというか、びっくりはしてるだろうけど、それはでもインフルエンザなんだから仕方ないだろうっていうね。あ、インフルエンザ、逆に出勤とかしちゃいけないからね。蔓延しちゃうからっていう理由で。以上かな。だから大丈夫だからね。気にしないんでね。次誰だっけ。あ、赤間田くんお帰りなさいね。お帰りなさいね。次が、ちょっとどこかわかんない。次が誰って言ってた。どこ行った。シーツーちゃんのコメントがない。シーツーちゃんのコメントがない。次、シーツーちゃんのコメントどこ行った。マミリン。マミリン占おう。ちょっと待ってよ。マミリン。あ、マミリンね。マミリンか。OK。名前呼ぶ。マミリンは、こっちじゃない。花火くれてるからこっちか。マミリン、マミリン出てこい。マミリンさん、あそぼ。はあ、何占うの。マミリン、マミリン何占うか書いてたかな。体調か。体調で健康的なことに関して占ってほしいっていうことね。もう SOC も誰に何占ってどんな結果出たかとか全く覚えてないからさ。マミリン体調占ったっけ。占ったことあったっけ。ガリガリちゃんいらっしゃいね。これ大人気損失枠だよ今。なかったっけ。健康運ちょっとね、こう花火もらったんで真面目に占おう。これ少しね、お礼も兼ねてるからねこれね。はい、こっちからね、1,2,3で好きな数字を。こっちが1ね。で、2,3ね。さあ、選ぶがいいお前の運命を。じゃあ0から21で好きな数字を。21。
よいしょ。よいしょ、できた。あー、並べた。で、まず過去のカードなんだけど、これ8 of Swordね、剣の8のカードが出てると。剣の8のカードが出てるっていうね。これはね、いや過去ね、これね、病気とかね、ちょっとね、病気が一進一退とかっていう、だからね、病気とかはね、ちょっと良くなったり悪くなったりっていうところがあったんじゃないかなっていう風な感じのカードが出てるね。で、現在は剣のキングのカードが出てると。これはね、断固たる意志と行動ね。だから自分の意志でさ、大丈夫大丈夫っつってなんとかうまいことを折り合いつけてやってるっていう風な感じかな。で、これね、未来はちょっとね、カップの10の逆位置が出てると。これはね、でもなんだろうな、まあ体調はそのままなんだけど、それなりの安らぎっていうのが与えられる環境にはなれるんじゃないかなっていうね。で、現在の環境なんだけど、剣のエースね、現在の剣のエースが逆位置で出てるんだけど、これはね、今ちょっと意志の力で持ってるみたいな感じの話がちょっと現在出てたんだけど、今はね、ちょっとね、その無理くりね、なんとか精神力でなんとかしようっていうのは結構失敗しやすいから、しやすい環境にいると。無理くりちょっと頑張っていくんじゃなくて、まあ自分の体とよく相談してね、動いていくという。無理するなとは言わないけどね。自分の体とよく相談するといいと思うっていうね。で、やっぱりね、これマビリンちょっとやっぱ体調悪いでしょ、今というか最近ね、マビリン自身もちょっと体調悪いっていうのは自覚してるんだけど、まあ大丈夫だろうみたいなんで来てるんじゃないかな。過去からなんかやっぱ悪化とかなんとかっていう途中で病院行くのとかもやめてっていうところある、やめてじゃないけど、体調悪いのを我慢押してるところってあるんじゃないかなっていう感じのカードが出てるね。で、対策なんだけど、これはね、やっぱりね、急に来るからね、急に来るから、そのあたりは気をつけてねっていうね、そんな感じ。で、最終結果がね、ハーミットの逆位置ね、これね。だからね、自分の中でね、やっぱ考える部分はあるし、勉強してる部分があると思うんだけど、やっぱり医者にはかなわないから、調子悪いと思ったら軽く診察ぐらいちょっと見てくださいって、ちょっと調子悪いんですけどっていうのは言った方がいいっていう、そんな感じだね。だからもう無理しないで病院行けって以上。いや、まさにそうだった。本当当たってんのかよ、お前、これ。これ、SOS 結構今回ピンポイントだったと思うぞ。これ、当たってんのかよ、本当。絶対嘘だろ、お前。本当に。これ。いや、マジで。よし、じゃあちょっとこれアリスタロタしないないしよう。アリスタロタ大事大事だからね。大事にしとこう。次誰だ。次が、誰だっけ。アヤポンだね。アヤポン。職業もうほんとね、これ浅はかな知恵とかね、そんな よく出たもんだよ、ほんとね。これね、できればね、SOC ね、夜の診察をね、してほしいね、これはね。ナースとかね、ちょっとね、ドキドキするよね。あ、金運ね。金運はこっちだ。おらい。あーやっぽーん。夜の診察的なね、こうね。
なんかあるよね。そういうのいいよね。ちょっと よくある感じだけども、そういうのはありかなって、ありかなって思うよね。夜の診察楽しみにしてますね。こっちからね、あの1,2,3で、好きな数字を言ってね。エトチン召喚で診察、なんでエトチンにエストン診察で、もう逆にね、シーツーちゃんのね、あれをね、あの診察してやろうかと。3ね、じゃあ0から21で好きな数字をね。3ってね、いらっしゃいね、これね、レイニャマンさんかな、うん、今アイポンだからね、占ってるのはね。ごめんね、ごめんね、ちょだいぶ順番待ちがね、あ、でもだいぶ今ちょっと空いてきたかな、うん。0から21で好きな数字ね。1,2,3,4,5。ちょっと待てよ、お前もそっち系か、本当に。エセスモジはね、結構ね、攻められると弱いんだからね、ちょっとね。あー、これか。あー、これは、もう金と時間の浪費っていうカードが出てるね。やっぱもうさ、無駄金使いすぎだよ、これね。うん、あと人の意見はきっちり聞くようにね、うん、一緒のカードが出てるね、うん、もう無駄に金ばっか使いすぎなんだよね。もうちょっとよく考えてお金は使いましょうと。よく考えよう、お金は大事だよ。で、まあ対策なんだけどね、あのこれあんまり傲慢にならないようにと、うん、だからね、これさ、自分が傲慢になるっていうにもいろいろ種類があってね、努力、自分は努力してるんだっていうのもこれ傲慢だからね。アヤフォンにはそっちの方が当てはまるような気がするね。自分はこんなに頑張ってるのにっていうの、これも努力を前面に押し出すのもこれ同様にね、傲慢なんだよね。なんだよこいつ、ちょっと待って、ちょっと待てお前、何しに連絡してきた、ちょっと待て、今忙しいからね。お前ブロックしたはずだろ本当に。はい、次行こう。次なっちゃんね、うん、S 文字はそう思うよ、少なからずね。恋愛系ね。あ、お団子ありがとう、これね。串に刺さって団子、いつ並んで団子。団子三兄弟。ででんってね。この団子がすみませんね。アナルビーズに見えてきたよ。6時。了解了解。あ、告白するかしないかか。じゃあこっちじゃない。これ間違えた。こっちじゃなかった。恋愛系で告白するかしないかっていうのはね、こっちじゃない。するかしないかだったら、こっちじゃなくて、ちょ、間違えちゃった。ちょっとね、今日はね、もうね、多分ね、みんなね、大体似たような人がさ、占いに来てるんだよね。だからね、割とね、占うネタがなくなってさ、細かいところばっかりついてくるんだよね。イエスかノーかってどうしたらいいみたいなね。もうお前ら本当にな、お前ら本当にね、本当にお前らね、お前本当にな、お前ら大好きだぞ本当にな。そんなに、ね、S 文字の占いばっかりさ来てくれてさ、 S 文字はね嬉しいよ本当に。こっちからね、 1,2,3 で、好きな数字を。なんか急にね、あれ竹やんからね、10大好き応援してるぜっ
てって全部ひらがなできて、こいつなんだっつってね、太郎いらっしゃい、6の 10?6?6 の10ってお前1から3だぞ、3の6ね、3の63よいしょ、1、2、3、4、5、んー、ほらほら、アルカナ、大アルカナは、22枚、で、これちょっと結果を見ていくんだけど、これね、戦車の逆位置が出てると、まずね、違うカードはね、戦車の逆位置が出てるんだけど、これはね、出過ぎたことは慎むようにっていう風に出てるから、今告白はあんまりしない方がいいかもしれないね今告白はあんまりしない方がいいかもしれない、出過ぎたことはダメということね。だからね、これね、もうちょっとね、あ、なんとかね、思わぬところで誰かから幸運への援助が得られるっていうね、だから誰かからさ、仲介とかそういう感じのことがあるんじゃないかな。今はやめた方がいい。もうちょっと待った方がいいかもしれないね。誰かこうね、お手伝いさんが出てくるから、そのお手伝いさんをにお、ちょっとね、お手伝いさんとお話ししてみようっていう感じかな。以上。終わった。なんだで。わあわあわあ。なんだこれ。二人いるけど断ってきた。乗った方が良かったかもしれない。ちょっと待ってね。まあそんな感じかな。カードとの相性、いやそんなことない、ただこれがちょうどよくダイアルカナのみで使えるカードだから、簡易占いには向いてるんだよ。イエスかノーとかね、どうしたらいいかとか、そういう過程とかそういうもんじゃなくてさ、現状とか踏まえてどうなのかっていう風な感じのものじゃなくて、これね、まあそういうものっていう形で捉えればいいんじゃないかな。だから別にカード相性とかはないよ。枚数少ないんだよ。仕事は？ちょっと待って、そしてちょっと一旦これでさ、幕終わるからさ。ごめんね、ごめんね、夏道ね。一旦これで枠終わるからさ、ちょっとね、ちょっと所用ができた。まあね、ありがとうね、でも今日来てくれた人ね、本当にね。ちょっとさ、所用ができた。寝る？明日ね。明日ね、なっちゃんごめんね。じゃあね。ありがとうね。じゃあね。で、一旦ここで切るね。
いつも長い？そう、それさ、やっぱそんなね、奥まで入りそうとかさ、そんな妄想はね、あんまりね、ちょっと SNS も恥ずかしいからね。うん、そんな妄想してね、オナニーしてちゃダメだよ、これね。ちゃんとね、女の子だったらね、もっとね。嘘嘘。嘘だよ。ちょっとね、うん、ゲスかって、やっぱ相変わらず SNS ゲスいな。ほんと、ゲス損死に改名しようかな、これね。ゲス損死に。いや、他に何かあるのかなと思って、ゲス損死に本当改名しようかな、本当。もう S 損死はもうゲス損死でもいいような気がしてきた。だからゲスでありたいね。S 損死はゲスであることで、もう来ない。 あ、お疲れ様です。 iPhone 今までありがとうね。ありがとうね、今まで本当ずっと来てくれて、 S 損死を支えてくれて本当にありがとうね。 S 損死は悲しいよ、もう会えないなんてね。ゲスさがやばいって、お前だいぶゲスいぞ、これ。今の発言普通にゲスいだろ。ちょっと終わりまでやるけど、まあ、どうしようかな。すぐ終わろうかな。やばい、相棒マジでもう来ないかもしれないな。まあ。あ、また来ますね。よかったよかった。iPhone ありがとうね。いや、本当にもうね、ドン引きしていなくなっ、もっと、下水はず。いや、SS 音声が下水のは、どっちかというと、下ネタの方向性じゃないからね。そっちじゃないからね。シーツじゃ知ってるでしょ、SS 音声が下水部分っていうのをね。